はい、皆さん、こんにちは。11月のね、第3木曜日に、ボーチョレがね、解禁したということで。2つですか。毎年、ボーチョレの解禁は、11月の第3木曜日って決まってるらしいんですけど、どうやらなんかその、運搬の関係とか、安心してください。スクールキャップですよ。ヒヤヒヤしたんじゃない？ヒヤヒヤ。ヒヤヒヤ。ヒヤヒヤしたんじゃない？ヒヤヒヤ。スクールキャップですよ。ね。輸入の関係とか、酒屋とか、その瓶屋の関係とか、すべてが都合がいいのが11月の第3木曜日らしいですね。ということで、なんか決まってるらしいです。毎年。11月の第3木曜日ということで。で、昨日ですよ。昨日出たんですけど、もう今年はどうでしょうか？今年の出来は。ボジョレーとチーズで優勝していきたいと思います。アンチョビオリーブ入りチーズ、アンチョビ多分ちょびっと入ってるんでしょうね。このね、ちょびっと入ったアンチョビののチーズと、まずチーズ合わせない方がいいです。そのまんまいただきます。すごいいい匂い。いや、これ思ったよりいい匂いですよ、これ。開くね。いただきます。2020年のモジュールいただきます。口当たりがまずブドウジュースのようで、酸味が結構強めですね。若干微発泡が入ってるんじゃないかと思わせるようなニュアンス。美味しい。美味しいですよ。じゃあ、チーズと合わせていただきます。チーズがうまい。アンチョビというよりかは、ニンニク入ってんじゃないのみたいな感じの味がします。いただきます。うまい。うまい。で、皆さんもね、今年ね、ボジョレ出たばっかなんで、まだ昨日出たばっかなんでね、飲んでみてください。あんまね、酒以外のことね、このチャンネルでやっちゃうと、視聴者様の方からね、激怒されちゃうかもしれないんでね。激怒するのはメロスだけにしてくださいよ。じゃあ、まだボジョレー飲んでない人は、もしよかったら飲んでみてください。いや、美味しいです、本当に。美味しい。これ美味しい。美味しいです。皆さんも、今年のボジョレー飲んでみてください。またね、なんか酒に合う、酒とかね、どんどんバンバン紹介していきたいんで、先のやつまみも紹介していきたいんで、よかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。